難易度を選んでください。出撃します。こちらフェンサー、防御スクリーンは目の前だ。敵の気配があります。敵は敵の新型方向メーカーをシールドベアラーと呼称する。防御スクリーンを突破し、シールドベアラーを破壊せよ。物体が巨大であれば、たとえゆっくり動いていても、その運動エネルギーによって防御スクリーンの影響を受ける。だが人間の大きさなら、歩いて通過することができるはずだ。防御スクリーンに突入する。防御スクリーンを超えた人類は俺たちだけだ。回復だぞ。シールドベアラーを撃て。シールドベアラーの破壊に成功。よし、この戦法は有効だ。人類は防御スクリーンを破れるぞ。シールドベアラーがいるぞ。フェンサー、シールドベアラーに接近し攻撃しろ。2017年の戦いでフォーリナーに防御スクリーン技術があることは分かっていた。マザーシップが広範囲に壁を展開したことは予想外だったが、局地戦に投入されるのは想定済みだ。フェンサーの装備はこの時のためにある。予想外だろうな。接近戦を仕掛けるバカがいるとは。両手に武器だ。その通りだ。アーマーが重い。緊急警告、空軍が爆撃を開始します。敵から離れてください。空爆始まります。防御スクリーンは破れない。空軍は意地になっているようだな。空爆は要請した時だけにしてほしいものだ。これが EDA の敵の方に行こうぜ。通過しようとする物体が自分が発射したものかどうか。
どうかを検知し動作を変えているのだ。なんという科学力だ。
人類は勝てるぞ。フォーリナーはもう無敵じゃないんだ。ついにフォーリナーの守りを突き崩した。人類の反撃を始めようか。